どうも DK ベースけんけんです。はるです。はい、今日はですね、はい、ちょっとねお伝えしないといけないことがございます。はい、実はですね、はるさんがライズアップで激痩せコースに行くと。出してくれる？やっぱりそれ言うと思った。どうする、みんな激痩せ大丈夫、もうな、なそのままでいいよっていうね、コメントいっぱい来るから。はい、ちゃんとしてテイク2で、はい、はい、今日はですね、まあ、重大なね、ちょっと発表をね、まあ、せざるを得んというかいうところなんですが、はい、まずねそのまあ、私たちが、ね、YouTube に始めた時の、まあ、一つの目標であった、ね、はい、登録者数が、ね、1000人というのを、ね、先日達成できました。はいはい、もう本当に一重に皆様の、ね、おかげですね。まあ、やっぱり時間が、ね、なかなかない中で編集ができないので、やっぱりどうしても1ヶ月に1本とか、ね、多くても、まあ、2本かなぐらいのペースで、ね、やってきたんですけど、まあ、なんとかね、はいはい、まあ、19本でしたっけ。はいはい、まあ、1000人がねまず達成することができました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ね、まあ、重大発表の前に、まあ、よくね、今お会いした方に、まあ、どういったものでね YouTube を撮っておられるんですかっていうねお話を、聞かれることがあります。はい、で、ちょっとね本題にもまあ沿ったことなので、うん、ちょっとねどういったものを使っているのかっていうのをね、お知らせしたいと思います。はい、はい、まずはね iPhone、 これは何やったっけ、14 14 Pro、 14 Pro、はい、を、今使ってます。はい、やっぱり iPhone ってねすごく、いいと思います。うん、もうマルチにね今使いますんでね。で、うん、iPhone の場合はこういったねマイク、私の場合はね新興のね、このマイク、ワイヤレスマイクを使ってます。はい、これがあれば多分ね最強なんじゃないかと、はい、思います。はい、で、まあ、メインでね GoPro、 これ何番、 10GoPro のね、10HERO10 を使ってます。結構これ、はい、まあ、狭いところででもね結構広角で撮れるので、かなりね手ぶれも抑えられるし、うん、まあいいと思います。はいはい、あと、これねこれもねよく使われてる方いらっしゃると思うんですけど、ソニーの ZV-1、うん、はい、大体このね、3種類を使って、してます。はいはい、でそれと、編集はこれね Mac を使ってます。はいはい、で実はねこの辺の機材っていうのがね、はい、まあ、この辺をね教えていただいた方、はい、皆さんよくご存知の、よくご存知の、はい、どうもコースケです。絶対怒られるやつやで、怒られるやつやで。まあ、旅する勝俣家のね、コースケさんに、最初ね、YouTube をやりたいんですっていうことで、まあ、教えていただきました。はい、で、私たちはねこの、iPhone と最初あの DJI の、そうやね、何だっけな、こんなやつ、ね、ちっちゃいね、はい、やつでやってたんですけど、私たちにとってね最大のねネックは見えません。画面が小さすぎてね何を撮ってるのかわからなかったっていうね。はい、で、まあ、その辺の相談をしたところ、まあ、コウスケさんがね、まあ、GoPro とか ZV-1、まあ、もっとねすごくいい一眼レフのカメラを使ってらっしゃいますけど、まあ、僕らはそこまでね必要なかったので一応その辺の機材を合わせて、始めました。はい、はい、で、動画の編集はね Final Cut Pro、 こちらもね教えていただいてそのソフトも合わせました。はい、で、iPhone のデータは iCloud とかね、うん、そういうところに残っていくんですが、はい、まあ、GoPro とか、まあ、ZV-1 の場合はね SD カードっていうのにね、残っていきます。でそれを、私の場合は
外付けのハードディスクにね、残していってました、はいはい、YouTube のデータ全てをハードディスクに残してたんですね。ね。ね。はい。はい、で、そこで問題が起こったと。はい。はい。前回ね、明石東港でのね、RV パークの明石東港で撮った、オフ会のね、動画、前編をね、この間出したんですけど、まあ、後編ね、もうほぼほぼ 95% ぐらいね、できた状態。あと5分分のテロップをつけて、明日、アップしようかなっていうところまでね。そう。画像したの？はい。できてたんですが、はい、朝ね、さあちょっと編集しようと思ってパソコンに繋いだところね、ハードディスクを。はい。はい。こういった表示がね、どっかこの辺にね、ちょっと出します。はい。こういった表示がね、出て、認識しなくなりました。はい。はい、ということは？ということは、YouTube のデータすべてが、はい、なくなったと、実際ね、データ自体は残ってるはずなんですけど、まあ、時期のねそういった不良でもう全く読み込まなくなりました。で、一応ね専門の業者さんの方で、まあ、復旧の依頼はしてるんですけど、ちょっと厳しいかなっていう回答がね、本日返ってきたので、まあ、急遽ねこういう風に動画を撮ってます。はい。ですので、まあ、ちょっとね、楽しみにしてらっしゃる方もいらっしゃったし、まあ、オフ会に、ね、参加されてた方もね、多分楽しみにされてたんだとは思うんですけど、動画が今のところね、データがなくなっちゃったのでアップができない。でその後のオフ会とかもね、撮ってたんですが、そのあたりの、ね、データも全てなくなりました、はい、現状は、はい、というね非常に残念な報告をね。はい、ですんで、まあこれからねちょっとまたね、1000人を来たところで新たにね、やり方っていうのを考えてまた一からね組み直していく必要っていうのがね、迫られてきましたので、まあ、ちょっとね、動画を出すのがね少し時間が空いてしまうかもわかりませんという、まあ、ご報告でございます。謝っとき、はい、ということです。機会ね。だからまあこれからね YouTube を始めようとかね、まあ、現在ねされてる方にとっても、まあ、やっぱりそういうふうなことって起こるのは知ってるんだけど対策がねそうなかなかまあ取れてる方とそうでない方とっていうのがいらっしゃると思います、うん、はい、でまあ私の場合実はこんだけね YouTube とかをしてながらパソコン音痴なんですね実際ね。そうね。ね。ね。はい。なかなかねパソコンが使えないっていうね、はいはい、まあ、その辺がちょっとね今回ね、まあ、出ちゃったのかなというところでございます。はい、はい、で、ちょっとね携帯で撮ってる動画なんかもありましたんで、まあ、それがね、まあ、幸いデータとしては残ってますんで、まあ、近日公開というところでね、はい、まずはちょっとお友達のねホビートレーラーね、キャンピングトレーラーのホビーを、売ります動画っていう形でね、はい、540WFU、 はい、はい、まだね新しいです。1年ちょっとしか経ってないねうちの動画では時々出てくるんですけど、そちらをね売ります動画っていうのをね次回の動画として、まあ、近々ね、アップしますんでね、はい、もしも気になってらっしゃる方がいらっしゃいましたらね、はい、まあ、待っていただけたらすぐに動画にこれはできると思います、はい。で、まあ、今後ね、ちょっとねオフ会なんかでねお会いした方によくねそうやね言われるんですけど、はるさんのね料理を楽しみにしてらっしゃる方っていうのは結構いらっしゃるみたいで、びっくりするわ、うん、だからその辺をね、ちょっと料理に特化した、YouTube っていうのもねトレーラーの中で、まあ、作るような料理っていうのを、まあ、ちょっとやっていこうかなと。はい、まあ、実はそれでね、一見ね、キャンピングトレーラーの YouTube なのになぜかねびっくりした、お料理のお出汁とかのね、はい、案件がをいただきまして、なぜかなんか公式のアンバサダーということにね任命されて、はいはい、まあ、やることになりましたんでね、まあ、そこも含めてちょっとね、はい、YouTube やっていきたいと思います。はい、はい、では今日はね、まあ、特にね、まあ、面白い話もないので、ないね、今日はねちょっとへこんでますからね、
まあそんな形でね、はい、とりあえずまあなんやねん、また一段と YouTube アップせえへんやんみたいなねこと多分思われてると思いますんでね、残念ながらちょっとデータが飛んじゃったという非常に悲しいお知らせなんですが、はい、まあでもね、まあ、引き続きね頑張って新しい方法を見つけてやっていきますんでね、はい、はい、それはお楽しみにですよ、ね、はい、していただけたらと思います、はいはい、ではね、近日は、まずは、売ります動画、はい、ホビー売ります動画ね、やっていきたいと思いますんで、はい、楽しみにお待ちください、はいはい、それではまたね次回の動画でお会いしたいと思います、はい、負けませんよ、頑張りますよ、それではまた、ありがとうございます。It's been a minute since I found someone who makes me wanna know a thing about love. But oh my god, I'm seeing stars with you. 社長、お値段は。お値段は社長。お値段は。社長。With you, where did this come from? Lightning.